はい、GSR 続きあります。もうあのいろいろあったんですけど、マニアつきました。バッチリです。マフラーもつけました。で今日はこのダストシール、あの漏れてはないんですけど、オイルはちょっとねひびが入ってるんで、このカバーをね交換したいなと思って、フロントを今抜こうとしてます。でまずここを緩める前にここを緩めとかないとダメなんで、そこを忘れないでください。まあ僕忘れたんですけどあーやっぱ開きましたね。やっぱこれが閉まってると開かないんだね、忘れがちなんで。このキャリパー12ですね。でここも12で取ります。パッドは、まあまあまたフロントはまだありますね。なるほど。ほんで浮かす前に抜けばよかったかな。はい、やれへんかったら開かへんかったんで、フェンダーね、フェンダーも交換するんで、割れてるから。はい、じゃあまずフェンダー取りましょうか。100円で落札したやつ塗装しました、ホワイト。これはちょっともうボロボロやったんで割れてるじゃん。これはちょっと使わないです。はい、こっちに変えます。この傷も直しましょう。ちょっと凹凸がここちょっとなくして塗装します。綺麗に塗装できました。 OK。 このブーツのやつをマイナスドライバーでこじってこうやって開けます。うわっ、見てください、錆びてますよね。はい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 、これ入れ替えます。はい、綺麗にしました。はい、やっぱゴムの弾力性が全然ちゃいますね、新品は。はい、やっぱり割れててひびいってたやつはもうカチカチですね。はい、ほらもう割れてるんですよ、GSR は割れる傾向にある。本当に昨日あった GSR の人も割れてた。でも漏れてないんですよ、シールは。だからここちゃんとやるのはもったいないですよね、安いもんなんで。もうバリバリ割れてる。昨日だけで300キロ走ったもうずっと動いてましたね。その前もじゃないですか。めちゃくちゃもう急にまたバイクのバリバリめっちゃ忙しなっていると思って、こっちにしようかなと。ここにはだってついてますけど、指定を買ったと思って。その話聞くその話はね、ちょっとあの一回カメラ止めますね。はい、ここまで来ました。ちょタイヤがねちょっと変摩耗してるとこもあるんで、もうあのこういうとこだね、もう全然タイヤ変えます。 NSR のタイヤに変えます。新興タイヤさん、新興タイヤさんのですね NSR で用意してた、110-70R17、 これに変えます。確認ね、ちゃんとビードが上がったから問題なしで、さあ完成しました、カッサンチャンネル、旅仕様のですね GSR250F です。フロントフェンダー塗りました。
はい、白に塗って、ね、割れのないようなやつで、フロント、進行タイヤさん新品入れました。そしてこのフロントね、シールダストカバーですね、これ新品になりました。はい、でパニアですね、パニア、これでもうあれですよ、荷物めちゃくちゃ乗りますからね。はい、いやー、これが250とは思えないぐらいグラマラスなバイクになりましたね。じゃあちょっと世の言まで晴れパパと一緒に行ってみよう。次晴れパパ前走ってください。お願いします。正しい運転。あれやばい、携帯ないわ、携帯がなくなってる、戻ろう、携帯なくなった、携帯なくした、携帯どこやったやろ、落ちたんか、あ、落ちてるわやっぱり落ちてる、ぶね、あぶない、危ない、危ない、もう危ない、危ない、これで前後タイヤね交換して、かつパニア、フルパニア、もうこれで旅仕様ですよ、完璧じゃないですか、完璧じゃないですか、仕事もやめて完璧じゃないですか。方がちゃうな、全然違う、タイヤ変えたらブレなくなりました、全然ブレへん、ほらほら、おお、ハンドルのブレなくなりました、やっぱタイヤの変摩耗やったな、嫌な感、オートリキシャーあるやん、オートリキシャー、高さ一緒ぐらいですもんね。本当にね、まあ、タイヤなのか組み直したのか知らないですけど、ハンドルのブレがなくなりました。見ときなさい、手離しますよ、ほら全然ブレへん、ほら、だからタイヤの変摩耗がフロントの組み方かなんかわからないですけど、全然ステムは大丈夫でしたね。はい、だから組み直した価値がありましたね。なんであんな風にタイヤが変摩耗するのかわからないですけど、なんすか、治りました。でもエンジンかけなダメなんですよね。最後に油断してバレてしまいました。最悪です、最悪。
げていた。今はなぜバイクもところが、気がつけばバイク置く場所ない。若い人たち誰も見てない。困った時の NSR、 それが伝説、原付冒険、無茶を承知でどこまでも走る。とにかくヤフオクでバイク仕入れ、解体屋の仕事でパーツゲット、回らなければパークリファイア、燃やす燃やす焦がす。失敗してももう一度やり直せるさ、きっと今すぐ電話、シェイクダウンさ。いつもごめんね。火花が出ない、知り合い壊れてるのが怖い。絶望を希望に変えて走ってく。年齢的にはちょっときつい、夢見る少年ではいられない。昔の自慢を持ち出して、若い頃の思い出語り始めたらいけてない。とにかくバイクの関連動画、間違い整備速度評価、困ったらネジザウルスで回す回す壊す。知らないことはフォロワー助けてくれるはずさ、スーパーチャット一人宣言。値段上がっとるから、ズーズと昭和原付き、焼き付くのだけ怖い。今日はあのカッサンチャンネル の、 あのお仲間さんがいろいろ来てくれてます。題してワイワイトークです。すごいダイス集まってます。すごいダイス集まってます。伸ばして。これやってます。